影の王が告げる。これより先は鏡の隠れ家。剣の乙女を伴い文字盤に手を触れるがいい。鏡の隠れ家、また新たな領域らしいな。しかし剣の乙女か。姫殿下やユリアさんも考えられるけど、一番しっくりくるのはアネラスちゃんかもしれへんな。そんな大層なものじゃないと思うんですけど。でもまあ、ものは試しだし、文字盤に触ってみましょうか。影の王が告げる。これより先は鏡の隠れ家。剣の乙女を伴い文字盤に手を触れるがいい。もしかしてここは。湖畔の研究所、見食らう蛇が一時的に拠点にしてた施設みたいやな。ここが報告書にあった教授が罠を仕掛けていたという場所か。うん、間違いないと思います。でも変ですね。どこかがおかしいような。うん、とりあえず施設の周りを調べてみるとしようか。研究所の裏口って左手についていたような。ああ、間違いない。これはひょっとすると、人形兵器の部品工場。でもやっぱりこれって、あの時と同じく早速のお出迎えみたいやな。え？話は後や。まずは片付けてしまうで。そこや。うわあ、はい、そら、はい、うん、バッチリ。結社の小型人形兵器、ずいぶん癖の強いやつやったな。あれはメルカバと同じ鏡面装甲のようですね。ボーグルの新型、
見覚えのないタイプだけど。はあ、びっくりした。でも今の人形兵器はともかく、これではっきりしましたね。ああ、どうやら建物の構造が左右反転しているみたいだな。それこそ鏡に映したみたいに。ま、いずれにせよ、それ以外にもいろいろありそうや。注意して探索を始めるとするか。はい。我が剣
しまいにしようか。哀れなる魂よ、どうか安らかに。真の実力や。
真の実力や。さすがに構造が逆ってのはちょいと戸惑ったか？グラッツ先輩。おっと、あの時の神父も一緒か。この状況でお前さんたちとやり合うことになるとはな。やはりグラッツさんも本物ではなさそうですね。ああ、だが、似たようなもんだ。もしかして、グラッツ先輩が変装していた偽良兵？さすがに、前と同じじゃ芸がないからな。せいぜい楽しませてもらうぜ。
囲んだ時は取ったと思ったんだが、しかしアネラス、ずいぶん腕を上げやがったな。まあ普段から先輩たちに鍛えられてますし。もう行っちゃうんですか？ああ、そうみたいだな。この上で待っているやつは、まあある程度予想できるだろう。俺に勝ったんだから、せいぜい負けるんじゃねえぞ。厳しかったけど、なんとか切り抜けられたか。しかしどうやら次の相手も大変そうやね。ええ、気合を入れていきましょう。キーを手に入れたのはいいんですけど、今の文字ひょっとして。ああ、端末のメッセージが反転して表示されてるらしいな。芸が細かいですね。雇用の門を通過するためには剣の乙女が必要なようです。私のことみたいですね。はい、先の領域は王によって創造されたもの。あなた方の記憶している空間を利用している可能性があります。くれぐれも気をつけてください。
行こうか。先に進もう。やれやれ、ようやくのお出ましかい。カルナ先輩。面倒なことに巻き込まれてるみたいだね。本当ならここで手助けをさせてもらうところだが、あいにくそれはできないようになっているみたいだ。やっぱり、あの時の…どうやらグラッツは突破できたみたいだけど、このカルナさんの包囲陣はそこまで甘くはないよ。死ぬ気でかかってくるんだね。Thank you.
終了、先に進もう。もう参ったね。あの包囲陣にはかなり自信があったんだが。いやもう十分すぎますってば。さすがライフル使い、ずいぶんえぐい戦術を使ってきますな。あんたたちなら次も切り抜けられるかもね。もう予想はつくだろうけど、中距離戦では王国屈指の強者だ。せいぜい気合を入れるんだね。グラッツ先輩、カルナ先輩と来たら、もう次は言うまでもないか。確かに複数で来られたら相当厳しいかもしれへんな。準備を整えてから挑んだ方が良さそうや。
巨大な人形と戯れる少女、我が元に引き連れよ。ただし行く先には試練があり。
ましたか、アネラス君。やっぱり。うん。神父殿を含めて見知った顔がいくつかあるな。やれやれ、因果なことだ。ま、さすがに女神の巡り合わせとは違いますやろ。やっぱりクルツ先輩も私たちと戦うつもりですか？その、気が変わったりとか。うん。確かに、このような形で存在することを自覚してから、瞑想なども試みたのだが、どうやら今の私には、本当の意味での自我が存在しないことが分かってね。課せられたルールから外れることはできないようだ。真面目というか、クルツ先輩らしいというか。やれやれ、大した人やね。こうなったら、腹をくくらせてもらいますわ。ああ、お相手願おうか。この間合いでクルツ先輩が3人も。さすがにヤバいか。我が陣は豪にして10、神羅万象をかたどる者なり。いざ尋常に勝負。
行くよ。まだ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 。とどめ。やっ。はい。負けられないんだ。まだまだ未熟。いい経験をさせてもらったよ。願わくばこの勝負の経験が私に残るといいのだが。先輩、真面目すぎますってば。君たち若手の成長に負けてはいられないからね。しかしその調子なら彼女に挑む資格がありそうだ。え？ちょっと待った。まだ相手がおるんですか？このまま最上階に向かうといい。言っておくが、彼女は正真正銘の強者だ。あの若さにしてすでに武術家としても大成している。生半可な覚悟で挑まぬ方が身のためだろう。おいおい、この上まだ隠し玉かい。しかも彼女で武術家と来たら、かなりの確率であの人になるでしょうね。確か共和国に帰国したと聞きましたけど。あ、さすがに予想が外れてくれるといいんだけど。
扉をくぐらんとする者よ。この先には試練が待ち受ける。覚悟を有するならば、いざ扉をくぐり抜けるがよい。Thank you.